今日のゲームはクイズハイエナでございます。大丈夫です、ね、この複雑なルール、うん、ポイントがちょっと複雑です。そうですね、まあやってみればなんとなく分かってくるかもしれないです。分かんなくても手を挙げてポイントをゲットできる可能性があるっていう、そういうことですね。そういうクイズですね、はい、ハイエナがいると思ったら不正解した方が得だよっていう、うん、そういうことがあります、うん、けど第1問、はい、先ほど行われたサッカーのワールドカップ、はい、優勝国はドイツが優勝ですが、さて、4年前のワールドカップの優勝国はどこ？どうしようかな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、終了。さあ、それでは手はそのままで左手で皆さんアイマスクを取ってください。はい。なるほどね。途中喋った人がいたからねヒントになりましたねへへって言った人がいたからはい。さあ、それでは回答者は、はい、草分けさんです。やっぱりな。さあ、4年前のワールドカップ優勝国はどこ？だからこれ寺島さんをどう見なすかっていうのもありますし、クイズをまずねでも寺島さんがハイエナだった場合、うん、不正解だったら、うん、1ポイントもらえます。ハイエナ対成功ですから。で、はい、寺島さんがマイナス1になります。そう、僕は寺島さんはハイエナではないと思ってるんです。まあ自分のね、手を挙げた秒数は分かってますからね、うん、そうですね。というんで正解したいんですけど正解がないということは、ハイエナを狙ってたのかな、もしかしたらそうです。草木さん、回答をお願いします。アルゼンチン不正解マイナス。まあしょうがないな。草分けさん、マイナス1ポイント。そうか、俺は分かってたな、しょうがないな。答え何？林さん分かってました。はい、スペインです。ああ、正解です。はい、あ、高橋強いとは聞いてたどこの位置の人なんだなるほど。じゃあ、なるほど、もう一回。はい、これはなかなか、はい、アイマスつけてください。フェイクをどう使うかですね。そうですね、だんだん分かってくると思うんで問題もね。はい、第2問、はい、キャリーパミュパミュのシングル曲のタイトルを2つ答えてください。用意スタート。5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。それでは左手でアイマスクを取ってください。おー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 、開けてない。あ、そうですか。林さん、回答権ございます。はい、やった。はい、2つです。はい、キャンディーキャンディー、はい、つけまつける、正解です。よし、おお。いや、シンプルに取りましたね。これは2人は分かんなかったんですかね。つけまつけるは分かったんです。はいはい、2つっていうところが分かんないですね。そうですね、僕もまだまだいけました。僕よかった。これはちなみに何秒ぐらい手挙げたんですか？もう、でもすぐに挙げました。すぐに。現在のドラえもんの声優さんの名前をフルネームで答えてください。用意スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。それでは左手でアイマスクを取ってください。おお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 お。回答者は、はい、寺島さんです。なるほど。でハイエナがいると、まあ多分問題は分かってるんじゃないんですかね。いや、もういいですか。こちら、あ、では正解するか。正解するか。はい、見てたわさびさん、正解です。さあ、どうだ得点は。そして寺島さん1ポイント、草分けさん1ポイント。よし、なるほど、ハイエナ成功です。今間違えてた方が、あの、草分けさんがマイナスになりましたから。ああ、なるほど、なるほどね。ただ草分けさんが15秒とか14秒で手を挙げてると、不正解だと、あの、はい、マイナスになっちゃいますから。草分け何分ぐらい挙げたんですか？もう10秒5、6秒とかね。あ、分かった、分かりました。はい、そして第
4問、はい、アルファベットで A から数えて Q は何番目？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。それでは皆さん、アイマスクを取ってください。回答者は草分さんです。はい、え、わかるんだ。早くあげて絶対ような気が。さあ、大丈夫ですか。はい、答えをお願いします。17と答えたいところですが、はい、16にします。不正解です。ああ、草分さん1ポイント、林さんマイナス1ポイント。くそー、俺だったか。くそ、僕は多分14秒ぐらい。そうですね。まんまとでした。まんまとだった。まんまとだった。ちなみに正解は22番です。あ、全然違う。それはそう、それはまさに初めに言ったやつはね、もっと答えたいところですが、もともと間違え、5間違えちゃった。これね、分かる分かる。あ、まあ、でも、まあ、結果を、結果をだね。ハエの退治成功です。オチの言葉が熱いお茶が怖いで終わる英語のタイトルは、あ、英語、ごめんなさい、落語のタイトルは、3、4、8、9、10、11、12、13、14、15。吉田さん必ず入れる。はい、取ってください。どうだ。あ、みんな見てるか。誰が見てんのか。回答者林さん。よっしゃーし、わかりました。ね、まあ、さっきのパターンでいきましょう。まんじゅう怖いですが、ですが、はい、芝浜。不正解、まんじゅう怖いでございます。はい、林さん1ポイント、寺島さんマイナス、サンさんマイナス1ポイント。やったやった、早めにやったと思ったんだけどな。そうだね、これか結構わかる問題だったから回答権取れれば。よし、え、林さん何秒でした。え、正確にはわかんないですけど、うん、もうかなり早かったです。ああ、なるほど。これで今逆転ですね。そうです、マイナス、え、マイナス、マイナス100。そうです、マイナス、マイナスだろ。あらららら。自国に対する武力攻撃に対して自国を防衛するために必要な武力を行使する権利は何という。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。はい、アイマスクを取ってください。わあ、みんな上げてるか、上げてるか。回答者林さん。よっしゃよし、どっちだ、でもどっちだろう。いや、でもこれはわかりました。はい、はい、答えます。集団的自衛権。ん、不正解です。あ、違う、正解は個別的自衛権。はい。さあ、というわけで、林さん1ポイント。よし、寺島さんマイナス1ポイント。いや、なんだよ、このセグリック取ったのにな。よし、12秒ぐらい上げてましたよ。そんな感じがしました。なんか、ちなみに今のは俺は集団的自衛権だと思ってました。だ、俺も集団的自衛権言うと思ったから、まあと思ったんだ。多分自衛権が、自衛権でも正解です。自衛権でもいいんだよね。でも集団的はちょっと違うよね。自国だけだもんね、うん。そう、他国に、うん、が自分らの仲のいいブルーところにっていうことですね。ちゃんと考えずに僕上げてたから、うんうん、でも3に上がってたから、はいはいはい、俺はこれはもうと思って。世界最古の文明、四大文明は大きな川のほとりで発生しました。その川の名前を5つ全て上げてください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。まあ、はい、それでは皆さんアイマスクを取ってください。回答者は草分さんです。はいはいはい、5つもありました。ちなみに一応分かってるのが1
つずつ言ってきましょうか。そうなの。いや僕言いますよ。はいはい。それでは回答お願いします。黄河。はい正解です。ナイル川。はい正解です。インダス川。はい正解です。チグリス川。はい正解です。ユーフラテス川。正解です。おお、チグリスか。2つそうなの。さあ3、1ポイントそれのみでございます。あ、フェイク。やっぱ14でちょっと迷ったんですね。フェイクだとは思ったんだけど、多分9ぐらいね、覚えてた。答えられる自信がなくてポイント発表します。草分さん1ポイント、寺島さんマイナス1ポイント、林さん2ポイントで林さん優勝でございます。やったー、決めました。あと結構ハイエナ退治成功してましたね。ハイエナ退治。そうですそうです、僕がハイエナ退治が、そうですね、あ、決まってた。ハイエナ退治が決まる、ハイエナ退治決まると痛いんですよ。1なのにこっちマイナス1だから、ね、そうね、そうそう。あと結構なんだかんだ手が上げるのが聞こえてくるんですよね。サワサワって。そうそう、でもスッて、ね、それはだからフェイクだからね。そうそうそう、こうすればいや、でもそれは分かるよ。それはもう上げてるの分かりますよ。ああ、そうなんですか。草木さんと林さん分かりますもん。あ、そう、林さんも分けないわけ。まあ、この問題やるときはその辺も気をつけて、こういうゲームをやってください、皆さんは。はい、はい、以上でございました。ありがとうございました。